はい、どうもシュです。今日もオリアカの動画撮っていきます。本日2本目は闇くじですね。右上のやつね、ラッキー読みくじの方をやっていきたいと思います。で、最初に、まあこれ注意点もクソもないんだけど、一応全員ボーナスっていうのが右上にありまして、まあ、ここから、達成できている、おみくじの分はチケットがもらえるので、まず皆さんそこをもらいましょう。で、あとショップのところに入ると、まあ、ここでラッキーおみくじっていうのね、まあ、イベントで何枚だっけかな、7枚ぐらい確かもらえたと思うので、まずはここを取ってから、ここの画面に行きましょうというわけです。はい。で、今回来るのがね、まあ、大吉引いたら上の段に行くっていうシステムは、まあ、今まで通り変わらずっていうところで、今回ね、まあ、いいの来たよね。脅威と、大凶と、新、なんだっけ、呂布の相方、挑戦と、まあそこはまあもともと俺は撮ってるので関係ないんですけど、新たに来たのが馬長と脅威と新規ですね。この3体で来ましたという感じで、まあ3体欲しいっちゃ欲しいんだけど、まあ別に俺もともと新規全く使ってないので、まあ、1回ここ後回しでいいかなとは思ってます。で、まあこの2体は欲しいよね。バカかっこよかったんだよな、マジで。マジでここかっこいいから、とりあえず2800円だけ入れてきました。で、21あればとりあえずね、確定で上までいけるのね。で、ただこれ21までするのに、要は1個買ったんだけど2800円かかってっからぶっちゃけ脅威まで取れたらありがたいなっていう感じではあります。通常だったらね、1500円で1体、スキンを取れるって話なので、まあ、これを超えたらまあアドソンっていう感じですね。じゃあ早速ガチャの方を回していこうと思います。ガチャっていうかくじだけど、はい。ここがね、全然当たんない。多分ね、俺マックスであるのが、全部ハズレを引いて 大吉に行くっていうのを やってて、何度もね、多分ね、全部行きます。おそらく全部行く。ほら、来ましたよ。来たよ。あ、来た。おー、いいっすね。まあまあまあ、中の下ぐらいの確率で行った。これ、いらなくない？もうっていうか、この高級なんちゃらのガキら。さ、これとかさ、コインとかさ、ガチゴミやん。これも。信じらんねえな、ほんとに。だったら金のさ、天部のかけらとかくれたらさ、まだ嬉しいのに。あ、いいっすね。はい、一発できた。一発。ダメですね。これもさ、俺絶対単価高すぎなんだよな、これ。思わん？誰か運営言ってくんねえかな。なんか一個前で当たるね。一発いこう。たぶん次当たる。この流れは。あ、ダメだった。ダメでしたと。はい。で、あ、一回引くんだね。あ、これ、アドソンですね。アドソンです。2800円で。あ、はいはい、分かった分かった。天から大いなる恵みの雨が降り。ん？っていうか、どういうルールだって今。ちゃんと読まなかった今。天から大いなる恵み。心で揺れることのよ。新規はいらない。え、何これ、世界遠征が発動した後、どういうこと、意味わかんないんだけど、まあいいや。これですぐ獲得できないようだったら闇ということで、晒し上げします。はいはい、ダメね。はい、ダメですと。はい、ちょっと一回課金してきます。はい、帰ってきました。とりあえず1500円入れてきました。どんどん行きましょう。悲しいな。お、いいっすね。まあよくはねえんだけど、すでによくはないけどいいです。お、すごい、いいぞ。はいはい、大吉大吉。おい、いいね。
よかねえけど。で、あと4回回せばいいので、はい、もう1回買ってきます。はい、買ってきました。全外れしなければいけます。外れないで。おい、やってます。ここやってます。ってことはね、はい、全部1個ずつ買ったっていうことになりますね。買うっていうことになります。2800たす1500たす800なんで、何、2300たす2800で5400円ですね。なんで1個2700円スキンでかかったということになります。じゃあちょっと買ってきます。はい、最後取ります。で、はい、ここまで来れたのでとりあえずいいんですけど、なんかさっきのね、ちょっと怖い文言があったから、発動開催した後本アイテム使用になりますっていうのがちょっとよくわかんないんですけど、まあ、とりあえずね一回使ってみましょうか。これで切れないってなっちゃうとね、俺は何のために買ったんですかっていう話になっちゃうので、まあ切れてほしいんですけど、スキン、ああ問題なく切れますね。はい、なのでこの動画を見て安心してガチャチケにガチャをおみくじをやれると思うので、まあちょっと単価が高いので、まあ後回しかなっていう人もいるかと思いますが、もし興味を引いたらやってみてください。というわけで今日の動画ここで終わりたいと思います。ありがとうございました。